皆さんこんばんは。人生やっほー。ラビタンや。スズハムちゃんこんばんは、こんばんは。マオちゃん、今お仕事終わったの、お疲れ。ありがとう。落書き写メ届くの待ってて。フィッシャマありがとう。足動画で元気だよかった。出たでしょ、足2割。今日も暑かったわ。なって今日33度とかでしょ、最高。小平くんこんばんざーい。というわけでね、まあお分かりの通り今ゴロゴロしてるのですよ、私は。ハイス動画届いて職場で流れてめっちゃ笑ったんだけど、それ。わい、待って、ね、待ってて。結構いい感じにね、かけたの。待ってて。マサルこんばんざい、ヤッホー。ヒートマメこんばんざい。昨晩ツノの、あ、届きました。そう、コウヘイくんは天使。フィさんもありがとう。キセバラ、ヤチヨだね。そう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 。トムさんこんばんは、こんばんざい。マスピアピー、食べる、こんばんざい。みんなこんばんざい、ありがとう。きょんちゃん、じりちゃん、やっほー。暑くて何のやる気も。ちょっと待って、座りますね。起きないんだが。HK さんこんばんは、こんばんざい。なんか今日顔めっちゃテカテカじゃない？めっちゃテカテカしてない？なんでだろう。すごいテカテカしてる。なんで？格安求人エオランジンのこと。え、キーン、そんなことあんの？トークポーチ、そう、今日トークポーチなんですよ。久しぶりに配信見た気がする。ほんと？知ってるよね、ツヤ肌メイクどころじゃない。なんでだろう、角度かな。いや、テカテカしてる。まあいっか、よくないか。なんでだろう、なんでこんなテカテカしてんの。やろ。届いたみたいで安心しました。タチさんこんばんざい、仕事で埼玉行ってた、お疲れ。え、すごいテカテカしてる。なんかやだな、なんでだろう。いいんじゃない、適当。まっか、10だけぐらい。1時はちょっと気になる。まあいっか。いや、なんかこっち向くとすごいテカテカしてる。なんで、ちょっと気になるよね。ちょっと待って、すごい色になっちゃった。京成っていうオリエンタルランドかディズニーランドになって。まあディズニーめちゃめちゃに行きたい。ついにライブ来たわね。来たわよ。なんかすごい色になっちゃった。戻った。
そうだよ、21日、来週ですね。違う、週末。思った？2020年、え、結構じゃんそれ。パーパーになって、なんでだろう、おかしいわね。深夜こんばんは、霧の中みたいになっちゃったね。戻った？ジュリー、キカデヒロタン、こんばんざい。ファーファーになっちゃった。まあいっか、ライバーはままで我慢します。ピューン。そう、21日久しぶりすぎてどうなるんだろうという感じ。県民の日祝日やっても、ね、今休みだからね。レンズ、いや今こうやってやっても変わんないんだよ。ふわふわしてる。ビエンだよ。カイラこんばんざい。ふいさまありがとう。というわけでね、今日は8時50分からトークポーチがあるんですけど、3時間まで、3時間お電話枠あるので、よかったらお待ちしてます。聞いてもいい？何？味は普通なの？ちょっと怖くない？なんじゃ。はい、サムカウトありがとう。なんか変で、わほわほわしてる。あ、戻った。ほんと人気出たから頑張って。何が？頑張る。昨日の話だけど、じいちゃん本人から、俺じいちゃん芸名じゃないよ、本名だよ。低いかな、ここじゃ。今日は夕日がすごい綺麗だった。ジルの時に来る。え、さっき見た見た。夕日。ジル本名だけど。本名だけどさ。だい、こんばんだい。マザーは車で一緒、どっちしか。ジル車でしか行ったことないかもしれない。最近ガチでじいちゃん可愛いから、スキッピーありがちょ。どうやって、こうやってやったら見えるかな。ほら、本名だよ、バリバリ。見える？これ、うん、あれだけど、ぼやけてるけど、これは免許証、本名だよ。チコジ、チコちゃんこんばんじゃい。メインのいない間に怒られちゃうよ、また。意外にツイート見てくれ、見てるよ。本名じゃん、本名、そう、信じてもらえた？今まであんまり。本名だよって言ってもあんま見せたことないかも、免許証。本名ですよ。ジリアは可愛い名前、朝日のジリアですからね。あら、いいわね。そう、意外とね。まあ確かにさ、ジリアだとね、あんま信じてもらえないけど本名マジャーのジャンプ、え、おいくらなんだっけね、あれ。キョンコも本名キョンコが本名だったらやば、怖くついてるから、女の子ね。朝日ジリアバランス変ね、確かに名前が3文字だからかな。それ本名だったんだ、本名だよ。
バリバリの本名なの。福祉アニメで構ってるからあまりじるの。なんだよ、そうだよ、タンのつぶやきばっかでしょ。俺の目はガチで好きじゃない。なんで楽しむ楽しむ気になるんだけど。田中じゃないんでしょ。たくやぎはミドルネームだったの、まさかの。名前の中にたくやって二つ入っちゃってるじゃん。丸太きょんこなんで急に嘘つき始めた。ちなみにカイラはミュージカル撮ってる。そうなんだ。じいちゃんこんばんは。よしぽんさんこんばんざい。ちでちゃんやっほー、元気元気よ、バリバリ元気。実は田中本当は本当に田中ケが名字です。嘘だ。そういうこと。本当じゃん、ケモノってことね。地元のバンジー予約制で5000円だから遠いし楽さや。じじ絶対無理、もう飛べないもん。岸さんこんばんだい。バリバリ元気。そうバリバリ元気。サッカーキーパーの中からでき、そうなの、名字だけで5文字じゃん。すごい。ベーコンエッグパップどうやって作ったの。そう、みんなさ短いベーコンでやってくれて、あれジジは短かったからベーコンをこのぐらいの説明しよう。これ丸。千葉県民の日なのになんでレポート出るの大学。そういうこと。じゃあ休んでいいよ今日は。ドーナツ食べよう。またドーナツ。今日久々に歩道橋を立ったら、高所恐怖症なのか。これが短いベーコンだとしたら、短いベーコンを半分に切るとしてこうなるでしょ。こう切ってこうする、こことここを合わせる。でこうした、ここから、違う、あれそうか、ん分かんなくなってきた。ハウス配信もいいけどソロ配信もジリ一人占めできるから好き。じいちゃんかわいい。じいちゃんともやっほー。今日なんか顔違くないか、なんでだろう。まあいいか。ちなみに俺も高所恐怖症で人、意外に高所恐怖症の人いっぱいいるね。こしゃまるは提出しなかったり、ジラちゃんが休んでいいと言ったからって言ってみて。誰ですかそれはって絶対に言われるよ。ハッチやっぽ。待って、それみたいにやって、待って、ちょっと待って、説明不足かも。こうして、こうして、もしかしたらそうしたけどうまくつながらない。そうだからつながらなくて、思い出した、これを2個作ったんだ。だからベーコン、半分のベーコン2枚で1個の輪だったかも。じこれを2つ作って、それでこうした、2つだからこうつなぎ止めが2つあるみたいな感じ。3階以上の高さは無理、必ず。そうなんだ。タイムラインを眺めててベーコン1分パックはかなり難しい量長いベーコンであれば成功するはずなのに。いやパパこんばんざい、こんばんざい。ちなみに絶叫系も、ジリも絶叫系はそこまで好まない。
そんなにつなぎ箇所あってできる気が。そうなの、そこが問題だから。長いベーコンでやればこう一回でここのつなぎ止めも深くこうやってできるし安心なんだけどね。今友達のじっちゃんの可愛さを紹介したやったー、広めといて。じじょうちゃん仏教、それ4箇所では 1,2 ね、待って、じじどうやって、なんだっけ、うん、2箇所しかないの。じじはこことここだけ、丸のこことここだけが2箇所なんだよな。ここの2箇所にこうやって4枚になってる。でこっちもこうやって4枚になってる。こういう感じ、図で表すとこういう感じ。ここが4枚、ここが4枚みたいな感じでこうなってたはず。ジリアちゃんの声で起こしてくれたら絶対にすぐに起きそう。起きろなんで止めたの。何にも止めてない。初めは爪楊枝でも誘うかと思ったんやけどやめた。見てるとしんどいから。なんでーなんでー、一緒に回ったアイドルさんとっつ、何が、あ、長島スパ、なんだっけ、長島スパランドみたいな。高さを出したの。高さは出してないなんだ違うね。どうやってやったんだっけ。こうでしょ、こういうのとこういうので。高さ出してないの。あ、じゃあ4箇所あったのかもしれないヒント、あ、片栗粉で止めればいいってこと。でもベーコンエコパップカップにさ、そこまでの能力を使いたくないよね。理解するの諦めたい。またジリも説明が分かんなくなってきた。こうとこうやって切ってこうでしょ。いや、4枚なわけがないわ。こうか、こうなってるとこうだよね。多分簡単に説明したらこうだよね。こうだ、こことここだけ。何なんだろう。ちなみにジリア、ジリちゃんの中刻めの2個あるうちのメイドのじゃないの、どっちだ、桜パップ、あーカップね。ベーコン、あー、そう、一生言えないね。いや、一生、あのドラえもんみたいにすればいくらでも言える。あのパンダのぬいぐるみ、あれか、私服のやつか、動物園だ。なんだっけ、何の話してたっけ。まあ、特にそんな話してないか。あの6月の21日にね、みんなに会えるライブが決まりまして、新世紀ホールという場所でライブがあって、チケットは今日6時に追加販売があって、今どうなんだろう、まだちょっと前に見た時は残りわずかってなってたのであるかわかんないんですけど、ゲットしてくださった方は会えるのを楽しみにしていてください。あとライブビューイングもあるみたいなので、お星様ありがとうもうそろそろ待ち受け変えようと思ってるけど今候補は落ちてんの。メイさんに怒られちゃうよ。なので通常に戻ってきつつあるねライブ、まあ、通常とまではいかないけど、なので久しぶりに会えることを楽しみ。あとね、髪の毛は残り2日になりましたね。このロングヘア、今日はなんか外羽になって、なんか巻いて外羽にしたんですけど、もうね取れてますね。朝に巻いたものなので取れてますが、外羽です。メイは録画面にしてそういうことね。ライブの時にはそう切ってるよ。なんか悩んだんだよ、ライブの時長どうしようかなと思いましたが、でもね、ライブの時もしみんなに会うのだとしたら綺麗な髪の毛が良くて、女の子なので傷んでるからもう切りたくて
綺麗ジルちゃんでお会いしよう。そうだ切るんだ。そうだから明後日のオンライン楽市ラック座がラストです。ロング、そうだ、あ読んだ。自粛中に活動の幅広げすぎてね、なかなか。ちょっとあ現場か、今設定したらめっちゃドアップ横だもんね多分。あれ横じゃないっけ。あら楽しそうよ。なのでね、髪も綺麗に染め直します。今もう茶色くなっちゃってるから、これの準備しておいて。もうジルもね似合うかどうか不安だから、髪切るの切ります。このぐらいに、ここぐらいです、ここぐらいです。多分21日大体ありました。お、さあお昼ぐらいの出演なので早いけど、じいちゃんの自撮りでガチで可愛いのがあるから。嘘、嬉しいね。絶対短いのもいい。まあ髪は伸びるので楽しみにしてて。そうジルも意外に楽しみにはしている。あと暑いから楽になるなと思って。でも結べる長さだとは思うから、楽勝まで紙幣積んだ。あーそうね、遅いと見れないからね。みたいでよかった、運命じゃん。ということでそろそろ配信を終わりにしたいと思います。この後8時50分からトークポーチあります。明日は何もなくて、明後日がオンライン楽市楽座で、そこが最後の髪長なので記念にぜひ。今日髪長最後のトークポートなので、おつありがとう。なのでお待ちしてます。私はこの後もうみんなお分かりの通りお腹が空いたのでご飯を食べてトークポートやります。配信お疲れ様でした。ありがとう、おつつありがとう、けもみさんも配信お疲れ様、トークポート楽しむ。カフェルお疲れ様でした。ありがとう、楽しむ、おつありがとう。タラトラさんお疲れ様、ありがとう。バッチバチの顔、そうよまあね大丈夫だと思うけどね。おつありがとう、深夜お疲れ様でした、ありがとう。キジさんお疲れ様、ありがとうございます。ラビタおつつでは、バイバーイ。